夢や目標を持つ子どもたちを応援したり、原宿のホットな情報をお届けする原宿メイト、今日も生放送でお届けします。 MC のペコです。ペコちゃん、アリーです。よろしくお願いします。はい、そして今日も元気いっぱい原宿メイトのみんなです。すごい、今日は女子だらけじゃん。すごい、女子会、女子会、女子会だ。イエーイ。はい。ということで早速、はい、最初のコーナーはこちら。はい、憧れの職業、ネイリストにネイルを習う。イエーイ。やったー。めっちゃ元気。ネイル。はい、メイトたちにもね、人気の憧れのお仕事、はい、ネイリストの方にみんなでもできるプロの技を教わっちゃおうというコーナーです。うん、はい、それでは早速登場してていただきましょう。はい、ネイルズユニークオブジャパンの皆さんです。どうぞ。こんにちは。お願いします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 。はい、うん、ではまずネイリストの小笠原弥生さんです。はい、小笠原です。よろしくお願いします。お願いします。はい、続いて小田千恵さんです。小田です。よろしくお願いします。お願いします。そして赤木きぬえさんです。赤木です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで小笠原さんより会社のご説明をお願いします。はい、はいはい、ネイルズユニークでは、有名な百貨店、それから、ショッピングモールなど、全国に151店舗展開しています。そして皆さんもよくご存知の東京ガールズコレクションや関西コレクション、神戸コレクションも、参加しています。はい、なるほど。はい、ではね、ここでメイトのみんなに質問です。じゃらーん。はい、ネイルするとき自分でやってるよって人手挙げてください。すごい、すごい。自分で今やってる？ちなみに今やってない。今やってない。え、でも半分は自分で、半分はお母さん。あ、なるほどね。利き手の方は自分でしょ。あー、やられてた。あるあるですね。なるほど。じゃあお母さんにやってもらってるよっていう人はいますか？あー、みんななの。みんなね、なるほど。ママうまいもんね。そうですね、うん、やっぱその方が綺麗にもね、なるしね。そうだね。はい、ということで、はい、断然お母さんが多いってことなんですけど、うんうん、早速ですが、自分やお母さんでもできるネイルの技を教えてもらいたいと思います。はい、はい、では準備の方をお願いします。うん、小田さんお願いします。はい、小田さんお願いします。楽しみ。すごいね、なんかすごい、やっぱ大人が来ると場が閉まりますね。確かに。本当に女性がね。よろしくお願いします。はい、リポン、お願いします。やったね。お、最初はまずはどんな感じでやっていただけるんでしょうか？最初はですね、爪の形整えからしていきます。はい、形を整える。はい、じゃあ、いいかな。今日は1本していきますね。綺麗な爪だね。うん、はい、失礼します。じゃあこちらのですね、爪の形整えるヤスリでまずは削っていきます。形は丸い感じでいいですかね。はい、大丈夫。はい、うわ、すごい。ジャリジャリ削れてる音ですよ。ここだけもネイルサロンの空間みたいになってるね。ほんとね、なかなかこういう工程がね、自分だと、うん、めんどくさかったり、難しいから教えてもらえると助かる。嬉しい。で、こちらで形整えは終了しました。綺麗、うん、もっと綺麗になった。角が残らないようにだけちょっと気をつけてもらって、ここの最後、ちょっとこのあたりの角が残りやすいですので、ちょっと削っていただくと綺麗に仕上がります。次にはですね、爪の表面についているちょっと甘皮を上に押し上げていきます。甘皮、はい、ね、やっぱり子供の爪ちょっと薄いから柔らかいタッチでやった方がいいんですよね、先生。あ、そうですね。なるほど。今日はですね、このウッドスティックっていうオレンジの木でできた木の棒に、
コットン巻きつけて押し上げていきます。この時の注意点なんですけれども、子供の爪はすごく薄くて柔らかいので、うん、優しく押し上げてください、うんうん、はい。ちょっと水をつけますね。湿らして感じで上に上げていきます。穴側の下は爪を作るところなので、はい、あまり強くやらない方がいいです、はい、爪を作るところなんですか。そうなんだ、初知り。あのこう山みたいになってるところですか、白く根元の。そうです、あの皮のここのところですね。そうです。なるほど、すごい。そうなんだ。で今日はウッドスティックっていう専門のもので使ってるんですが、はい、お家でやるときは綿棒とかちょっとお水に濡らしてあげて優しく押し上げてあげても同じことができるので、綿棒でいいんですね。ぜひ試してみてください。じゃあ結構なんか特殊なもの買わなくても家にあるものできちゃう、ね、そうだね。あとですね、最後に保湿のオイルを塗っていきます。保湿のオイル、はい、このキューティクル付近ですね、この辺りに甘皮のところにちょっと塗っていただいて、優しく、うわつやつや、爪の表面とかにも塗っていただくと保湿になりますので、あの爪の乾燥を防ぎます。あとつやつやですね。これだけでも十分ってくらい、うん、はい、仕上がりました。おお、できた。ケアしてもらったけど、ケアする前よりすごいキラキラしてて、うんうん、やってる時も気持ちかったです。よかったね。いいね、めっちゃ超羨ましいよ。でもなんか自分でできそうだから。そうですよ ね、結構自分でできそう。試してみたいね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。をね、やっていただきましょう。次は赤木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ネイルケアをしたからね、次は本番ですよ、本番。あら、ゆうあちゃん。あ、ゆうあちゃん、やったね。お願いします。お願いします。はい、では失礼いたします。今回使っていくネイルなんですけども、こちらスネイルズという商品で、うん、キッズの専用のネイルとなっています。かわいい、かわいい、かわいい、ね、かわいいね。こちら水由来の成分なので安全安心で、あとは水で洗い落とせるので1日だけのおしゃれにも最適です。あと嫌な匂いがしないというのも特徴で、こちらラインナップとしては24色、ミニサイズで6色、トップコートの種類になってます。めっちゃ種類多い。キッズ専用のネイルなんて初めて聞きました。本当本当。すごい、そんなのあるんだ。すごい。ではこちら塗っていきます。はい。はい、かわいいな、ほんまリボンついて。めっちゃかわいいね。これテンション上がるね、置いてるだけでも、うんうん。じゃあ今日はこのピンクのネイルを塗っていきます。かわいいね。かわいいね。すごい濃いピンク。これなんか塗り方のコツとかあるんですか、順番とか。はい、塗っていき方としては、はい、端から塗っていくと最後まで綺麗に塗っていけます。はい、で発色はやっぱり2度塗りしていただいた方が綺麗なので、うん、少し乾いた後にもう一度塗っていただくとより綺麗な発色になります。なるほど。じゃあもう一回塗っていきます。かわいい、ツンとする匂いがないので安心です。あ、すごい、マニキュア独特の匂いがね、あれが苦手っていう人も多いからね。多いですよね、うん、へー、すごいすごい、はい、ちなみに、はい、ネイルサロンにメイトのね、このみんなぐらいの子たちって来られたりするんですか。はい、ネイルズユニークでは全国に9店舗キッズ専用のサロンがありますので、そちらですと、はい、お子様もご来店いただいております。すごい、ね、行きたいね。ママにお願いしよう、ね、ママにね
すごいよ、キッズ専用席があるところもあるってねー、はい、ね、すごいよね。こちらの9店舗ですとキッズの専用の席がありますので、はい、あ、じゃあお母さんがやりながらキッズ の, その子供たちもして、確かに、あとはさっきの9店舗はメンツ席もあるのでお父さんとお母さんと3人でとか、やばい、いいな、すごい、まあね、男性もやる人増えてますもん ね,、はい、ね、お父さんのネイルをねケアするとか、ね、いいと思います、はい、やっぱ 手先は綺麗じゃないと、そうね、すごいね、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください、はい、いろんな、ね、お店があるのでたくさん、はい、では次にネイルシールを貼っていきます。え、かわいい、すごい、みんなすぐわかった ね、すごい、すごいね、欲しい。で今回使うのはこちらスターウォーズの BB-8 のシールを貼っていきたいと思います。ケア商品がすごい増えてるね、かわいい、貼れるんだこれ、はい、ではこちら貼っていきます。少しマニキュアが乾いてきた方がシールは貼りやすいと思います。はい、かわいい、わすごい、おお、すごいすごい、すごい薄いシールなので簡単に貼れます。なんかね、失敗しちゃいそうとか思ったんですけど、そんなことないんですね。お家で簡単にできると思います。本当だ、あっという間ですね。確かにこれだとお母さんもね、簡単に、うんうん、はい、シールを貼っていただくポイントとしては、はい、やっぱりこうちょっと端が取れやすくなってしまいますので、うん、ここを押さえてもらうと綺麗に貼れると思います。ではもうシール貼り終えましたので、最後にこちら専用のトップコートを塗っていきます。かわいい、かわいい、ね、かわいい、ね、こちらも塗り方としてはしっかりと上から下に塗っていくとシールも剥がれないで綺麗に塗っていけます。なるほど、すごい綺麗、はい、ではこちらで完成になります。イエーイ、かわいい、やったね、かわいい、めっちゃ似合う、かわいい、かわいい、ピンクがね、いいね、似合ってるピンク、はい、ちなみにこんな素敵なネイルが学べるスクールがあるんですよね。ネイルジーニークカレッジは全国で8校のネイルスクールが運営しております。皆さんもネイルを、ね、ぜひ習いに来てくださいね。わー、めっちゃいい、行きたい、マジで行きたい私、ね、なかなか教えてくれる人っていないからね。近くの原宿にもありますので、え、そうなんですね、なるほど、そうですか、そうそうそう行きたいね、はい、ね、ありがとうございました。ね、そうですよ、女の子のね、一番ね、テンション上がるので、地味に爪ですからね、はい、ありがとうございました、はい、最後にこの番組に、あ、この番組を、ね、見ている子どもたちの中にもネイリストになりたいっていう、ね、子がいると思うので、うん、はい、ぜひ一人ずつメッセージをお願いします。では小笠原さん、はい、お願いします。はい、ネイリストになるには検定試験とか、あとはあの練習も大変だと思うんですけれども、たくさんのお客様の笑顔に会えるので、ぜひネイリストになってください。ありがとうございます。はい、では小田さんお願いします。はい、そうですね、ネイリストはいろんなアートとかもできますので、とても楽しいお仕事ですので、うん、ぜひ皆さんも頑張ってください。ありがとうございます、はい、では最後は赤木さんお願いします。はい、ネイルのお仕事はお客様をハッピーにしてすごく幸せなお仕事なので、うん、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとちなみにアイポン
ちゃん、うん、どうでしたか、ね、今日はネイル実際にやってもらったけど私はケアしてもらったんですけど、うん、あんまり自分でケアしたことがなくてやり方も分かんなかったので、うん、すごい簡単なやり方教えてもらえて嬉しかったです。ねえ、よかったよね。なかなかケアはね、分かれへんもんね。ほんとほんと。はい、じゃあ次、ゆうあちゃん、うん、はい、どうでしたか。私はあんまり普段ネイルとか塗らないんですけど、うんうん、このピンクとかめっちゃ可愛くて今度自分でもやってみようかなって思いました。ねえ、うん、シールだったら簡単にできるしね。ほんとほんと、うん、かわいい。じゃあ、あんなちゃん、うん、見ててどうでしたか。一回自分でやったことあるんですけど、いろんなところにはみ出ちゃったりするので、うん、聞いたコツを生かしてみようかなって思います。ねえ、ね、めっちゃ勉強になったよね。ほんと勉強になった。本当に私たち左から塗るんですね。はい、端っこからね、綺麗に塗っていきましょう。はい、でリーナちゃんどうでしたか、はい、見てて。私も一回自分でやったことあるんですけど、うん、なかなか利き手じゃないと難しかった。そうなんだよね。今見てて、コツを教えてもらえたので、うん、それを活かして今度家でやってみようと思います。ね、やってみましょう。頑張ってみましょう。はい、で姫ちゃん、はい、どうでしたか。いつもは利き手でやってて、うん、利き手じゃない手だとなんかすごいはみ出ちゃって、ね、うん、なんかちょっと汚く見えちゃったんで、うんうん、今日見た見たネイルで綺麗にやりたいと思いました。よくできました。よくできました、はい、言えました。はい、じゃちなみにもうね、みんなこんな機会なんで質問したい人いますか。先生に質問ネイルのことでも。あ、じゃあリポンちゃん、塗るときにはみ出ない方法はありますか。聞きたい、それどうですか、小笠原さん。はい、ハケをよく見て、ハケの縁、ブラシの縁を自分の爪の一番外側に合わせるような感じで塗るといいのと、あとは力の加減、あまり力をグッと押し付けてしまうとブラシがバッとこう広がってしまうので、ちょっと注意してもらったら多分上手に塗れると思います。頑張ってください。ありがとうございます。わかりやすい。はい、他誰かありますか、質問は。全然お仕事のことでもいいよ、ネイリストさんのね、ネイリストのお仕事でもいいし。急に元気なくなったけど。ちょっと、ね、あるでしょ、みんな。せっかくだからなかなか先生に会える機会が。はい、普段は塗る以外に何かやってることってありますか。確かに。お仕事でなんか、塗る以外に、はい、ネイルアートとかですかね、ストーンつけたりとか、はい、そんな感じです。あとは塗る以外、基本的なケアとかは、あとはジェルネイルだったりとか、そういったのもしてます。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。みんなで自分でどんどんね、今日のことを生かして、ネイル頑張ってみましょう。はい、はい、以上、憧れの職業、ネイリストにネイルを習おうでした。ありがとうございました。ということで、うん、続いてのコーナーはこちら、はい、原宿メイトニュース。はい、先週日曜日プチコレ6が開催されました、はい、リーナちゃんと彩香ちゃんがリポートしてきてくれたんですよね。はい、そうです。はい、おー、どんな感じだったのかな。どんな感じですか。じゃあリーナちゃん VTR の振りをお願いします。彩香です。リーナです。私たち2人がプチコレの様子をリポートしていきたいと思います。じゃあ行こっか。さあ、どんなイベントなんでしょう。わあ、すごい。キッチンからね、すごい人がいる。すごいおしゃれな子いっぱいいるね。わあ、そこにはおなじみのメイトたちがいました。実は今回のプチコレ、バナナチップスやロニーのステージなどでメイトたちがランウェイしたんです。
大人顔負けのファッションでみんな会場を沸かせました。そしてステージ会場の外には、はい、ここがブース会場です。イエーイ。グッズ販売やいろいろな体験ができるブース会場が。あ、原宿メイクのブースだ。マリアさん教えてもらってる。ティアちゃんが体験していたのは DSA モデルスクールブース。プロの講師、滝沢先生がポージングのアドバイスをしてくれます。早速2人もレッスンを受けてみることに。まずはポージングをお願いします。この時にしっかり前を向いてください。肩が前肩になっているのでぐるっと肩を回してください。で、張らないで後ろに。確かにたったそれだけでリーナちゃん見違えました。あやかちゃんはこの手が少しこう腕骨に置かれてるのでしっかりと綺麗に手首を曲げてあげて、そうで、これで少し持ってあげて、顎を少し上げて、手と指の形を変えればワンピースのシルエットも綺麗になります。そしてブース会場にはその他にもバービーの箱プリが取れたり、無料で飲めるプレミアムウォーター、さらに原宿系女子に人気のキラキラメイクをプロのメイクさんにしてもらうこともできました。ね、やっぱ入れるだけでね、すごい変わるね。かわいい。するとここで、あやかちゃんからある発表が。実はこれをつけて、原宿メイトステージに出ます。出ます。そう、プチコレ6には、原宿メイトスペシャルステージも開かれ、二人もそこに参加したんです。
初めてのランウェイで緊張したけど、やっぱ自分なりに頑張れたので良かったと思います。え、初めてだったの？初めてのランウェイです。すごい、僕見てたけど超かっこよかった僕も可愛い顔自分で分かるのね。なんか分かるんだけど可愛いでしょ。なんかこの角度があるんだけど、いざとなったら絶対できたことなくて、そう、あー何もできないから、本当すごいなって思った。すごいね。もうだからこれからもやっぱり原宿メイクでどんどん盛り上げて、いろんなステージとかもね、みんなで歩けるように頑張りましょう、ね。はい、以上フチコレでした。バイバイ。ありがとうございます。すごいね、盛り上がってましたね。はい、はい、すいません、私のカンペでしたね今日来てくれてるみんなは、はい、みんなプチコレ6に行ったんだよね。はい、はい、おー、じゃあみんなどうでした、ちょっと感想を聞かせてもらおうかな、うん、出た子とかね、はい、じゃあ順番に、じゃあティアちゃんから、はい、うん、あの本番に、あの舞台に出る前は、はい、すごいやる気満々で出るぞって感じしてたんですけど、うん、あのいざとなって舞台に出たら友達がすぐ近くにいたので、うん、一気に緊張しちゃって、あのいつもの自分より綺麗に歩けなかったので、うん、次のランウェイがあった時は綺麗に歩けるようにしたいです。綺麗かったよ、見てたもん私、めっちゃ可愛かった、ね、でも自分なりの反省があるんですね。いや、そう、すごいね、うん、しっかりしてる。ひめちゃんは、はい、最初で初めてのプチコレで、うん、あの原宿メイトのステージで、うん、リューチェルと、うん、てこちゃんとアリーさんと一緒に歩けてすごく楽しかったです。うんうん、わー嬉しいね。ありがとう、嬉しいですね。ごめんね、並んで歩くはずだった私が歩くの遅すぎてもうどんどん先行っちゃってごめんね、すごいかっこよかった。ありがとうございます。じゃあアイリポンちゃん、はい、私は3回目のプチコレだったんですけど、うん、はい、一番最初はの姿勢が全然ダメで猫背で、ビデオ何回も見て反省してて、で今回のプチコレで姿勢も治ってたし、みんなで一緒に楽しく歩けたので良かったです、うん、すごいね、改善してね、またできるっていうのがいいですね、えらい、ゆあちゃんは、はい、私はプチコレに出るのは2回目で、うん、2回とも、まあ、リゾートワンピを着させてもらったんですけど、うんうん、すごいリゾートワンピでもスカートの使い方とかすごい難しくて、本番まですごい緊張してたんですけど、曲はランウェイしてる時の曲が大好きなセレーナ・ゴメスさんの曲で、すごいノリノリで緊張がほぐれてできたのですごい楽しかったです。なるほど、わかる、曲大事だよね大事ですか、テンポがね、やっぱりわかりますよ。なるほど、なるほど。じゃあひなちゃん、ランウェイステージ出る前はすごく緊張してたんですけど、うん、なんかステージ上がってみたら、なんかいろんな人が手振ってくれたり、うちわを持って応援してくれたりしてたので、うん、すごい緊張がほぐれて楽しかったです。うん、そうだよね、可愛かった、ね、アンナちゃん、じゃあお願いします、はい、私も2度目のプチコレだったんですけど、なんか前回はいろいろな変なことしちゃって、自分がなんかあれって予想通りじゃなかったんですけど、うん、今回は前のビデオとかを参考にして、いろいろ改善したり、笑顔で歩くように気をつけたので、今回はなんか楽しかったです、うん、た変なことしなかった変なことしなかった気になるわ、その変なこと何したんやろ、ね、ありがとうございます、はい、じゃあリナちゃん、私は初めてのリポーターもやらせていただいたんですけど、うん、あやかちゃんと一緒で、うん、ランウェイもしっかりできたのですごく良かったです、うん、ねえ、すごい立派なリポートで、はい、本当に、はい、じゃあ笑顔ちゃんと今回初めてプチに出たんですけど、
ロニーさんに呼ばれてからいっぱい練習して、でも猫背になっちゃってできなかったけど、本番に行ったら知らない人がいっぱい手振ってくれて楽しく嬉しく歩けて、お母さんたちとかにうまいねって言われてよかったです。すごいよかったね、ロニーちゃんかっこよかった。ロニーちゃんね、じゃあ矢野ちゃんお願いします。私も初めてのプチコレだったんですけど、少し緊張したけどすごく楽しかったです。楽しめた、はい、よかった、ね、楽しむこと大事ですからね。そうですよ、一番大事、うん、じゃあ最後お願いします。はい、私もプチコレは今回で3回目なんですけど、うん、直すところとかたくさんあったので、次からは直すとこをちゃんと直して、かっこよくウォーキングしたいと思いました。ありがとうございます。みんなすごい、もうみんなね、本当にかっこよかったよ、かっこいい。どうでしたか、ペコちゃんも歩いてみて。いや本当にね、うん、もう私とリューチェルがすんごい邪魔しちゃったなって本当に思うぐらい、みんながかっこよくて可愛くてもう素晴らしかったですよ、本当に。なんかもう勝手に親目線みたいな感じで、あ、みんな頑張ってると思って超感動しました。本当だね。はい、どうでしたか、アリーさんは。いやもうね、こうみんなの意見を聞いて、うん、こう向上心がすごい。いや本当にさ、ちょっと私も頑張んなきゃと思った本当に初心がね、ちょっと大丈夫、ね、大丈夫かなと思って今、うん、ビデオを見返すとか、見返して、あ、ここのこれがとか、もう普通に歩いてわー言うてたからそうですよ、本当にそうと思って。そうなんですよ、みんなを見習って頑張ります。はい、見習います。はい、以上原宿メイトニュースでした。プレゼントはこちらです。はい、本日ネイルを教えていただいたネイゼリークさんよりスネイルズネイルポリッシュミニ2色1組を計3名様にプレゼントします。わー、欲しいね。はい、本日原宿メイドのクラスメイトになってくれた方の中からそれぞれ抽選でプレゼントさせていただきます。ぜひ原宿メイドになってください。待ってます。はい、そして先週のプレゼントの当選者の方はこちらの方々です。誰かな。はい、当選おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、ということでね、今日もそろそろ終わりの時間が来ましたけれども、あっという間。はい、あんのちゃん今日はどうでしたか。はい、今日が初めての原宿メイドだったんですけど、いろいろみんなが仲良くしてくれたり、いろいろ私に気を使ってくれたりしたので今日が本当に楽しい一日になりました。本当、アンナちゃん何歳。11歳です。11歳、めっちゃしっかりしてすごいよね、アンナちゃん。なんかいつもモニターで見てたから、うん、そう、初めて会う感じしないけど、初めてだもんね。そうそう、思いました、自分初めてやったっけと思ったけど、ね、すごいね。はい、ゆあちゃんどうでしたか。はい、今日ネイルやってもらえて、うんうん、すごく嬉しかったし、たくさん勉強になったので、うん、とっても楽しい一日でした。よかったよね、ネイル似合ってた、めっちゃ可愛かった、ね、はい、ということでね、今日はネイルも学んで、はい、はい、すごい楽しかった。女子会でしたね。本当に女子会いいですね、たまには ね女の子だけのはい、ということで今日も皆さんありがとうございました、はい、パソコン携帯の前のみんな次回も見てね。さよなら。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。